久保さんどこにフォーカスするかじゃないですかね。ラーメン屋で言うならばね、先ほども言ってましたけど、50人うまいって言って、じゃあ10人まずい。じゃあ10人にまずいって言う10人にまずいって言われたから、あの僕のお店はまずいので閉店します。じゃあ50人のお客さんはどうなんのっていう。<laughs> え、あ、運営してくれよみたいな。いや、またラーメン食いに行きたいよ。いや、10人まずいって言われたんで、みたいな。<laughs> まあ多分ね、まあ、なんかまあ、絶対は僕はないと思うんで、あのー、 例えば車もそうじゃないですか。久保さん、きっとめちゃめちゃ憧れててね、いいよーっ,つって言っててね。でもある人から見ると、何がいいのっていう。雨車、何がいいのそんなぶっ壊れてね、ぶっ壊れる自慢して何がいいのと。バカじゃねえって思う人もいるだろうし <laughs>。人それぞれですからね、どこにフォーカスするかっていう。例えばこ今回の年末もそうですけども、あの年末というね、年を越すというところにフォーカスすれば、あの今日は年末年越しかもしれないですけど、まあ、一日というところにフォーカスすれば別に変わんないですからね。 変わってるところは、なんかテレビ番組が変わってる。なんかその、年越しだから収入上がったんですかね、給料なんか合法もらえたんですか変わんないですよ、大した一 <laughs> 日は変わらないので、だからまあ、どこにフォーカスするかですよね。年末というイベントにフォーカスするのか、今日という一日何するのかにフォーカスするのか、今日一日何するのかっていうところにフォーカスすれば、あんまり変わることはあの、やることは変わらないと。まあ、日々集客のために動画撮るとかね、商品売るとか。 年末だろうが、まあ年末なんで年末キャンペーンみたいにできるんですけど <laughs> まあ別に年末じゃなくてもキャンペーンやってますから僕はね。うん。まあどこにフォーカスするかによって、まあ一日の見え方は変わるかなと。まあ今で言うならね。うん。そう。どこにフォーカスしていきますかいってらっしゃい。